ladies and gentlemen, Yakuza 4 is starting now. Yes, I'm done now. After making all that noise. Part 1. Shun Akiyama. Chapter 1. Infamous Loan Shark. Previously on Yakuza 3. Wait, why is there a part 1 and then there's a chapter 1? March 1st, 2010. Amatoro, Tokyo. I think... The last game takes place in 2009, I think? Unless... I forget. Guy likes reading a lot. Oh wow, that's quiet. Murder spree rocks Kamatero, serial killer on the loose. I'm gonna have to turn it up a bit. Your phone's ringing. How many chapters are there in this game? Five parts. Hey, break it down into parts for this one. Stupid phone. アキヤマさん、聞こえてますか？はい、聞いてるってば。ごめん、ごめんって。で、何？なんかよ？よって。何言ってるんですか？よ、あるに決まってるじゃないですか。ああ、そうだよね。はいはい。俺が悪かったって。で、何？アニバーサリー。今日？今日は君の誕生日か何か？違う。いいから壁のカレンダー見てください。あ、集金日。忘れないでくださいよ。別に忘れてたわけじゃないよ。ただちょっと出かけるのためらっていたっていうか、なんかさ。なんか、何なんですか？ 今日さ、雨なんだよね。あ、雨ならもうとっくに止んでますよ。じゃあちゃんと言ってくださいね。私は半来の独占カルビ弁当を買ったら帰ります。それじゃ。Wait, I'm gonna call it. The serial killer is gonna get him because he just read a. Or maybe not. Or maybe. I don't know. I guess we'll see. But are we playing as him? Yo, I'm back and we on Yakuza 4. Yep. Basically, nothing has happened so far. He's got a call from some girl. And she said it today is collection day. So now he just left the office. It's literally been it so far.
Kira's dead. This is the new guy. It does look like it's a good upgrade in graphics compared to the last Akiyama. A little bit, at least. Wait a minute. That's this guy. Wow. This is the first, the first Yakuza game that you play as somebody else other than Hiro. At least for now. I don't know whether to... Whoa. Holy crap. That looks different. Let me bump the audio is pretty low back there. That up to 70. Instead of fighting Yakuza guys, we're fighting some lone people. Great fun. Whoa, what the? Alright, this feels pretty clean. Wow, you have challenges too? Interesting. Different music. Right in the tailbone. Damn. Yeah, this guy is quick. Feels clean too. Information has been added about him as a memo. Read memos for that. Go collect some debts. Unlocking abilities by collecting solar orbs you'll earn by leveling up. Check abilities and abilities screen in the pause menu. Can they sprint? Do they have... Oh, this guy. He sells the weapons. Did they ever add a, a sprint in the Yakuza games? Yakuza? Yakuza? That was Kiro-chan. Interesting. お疲れっす。て、兄貴、びしょ濡れじゃないっすか。荒井の兄貴は。ああ、頭なら今、柴田の組長さんのお供で、そこのビルの見学に行ってますが。カムラ町ヒルズか。ねえ。何でも親父の話じゃ、本格的な建設が始まる前に、何としてでも真島組に顔を売らなきゃなんないとかで。 上のご機嫌取りか。くそ。
has big eyes. 兄貴、どうしたんすか？そんなにイラついて、何かあったんすか？七福通りにエルナードってキャバあんだろ。今あそこに上野の奴らが来てんだよ。上野？上野ってあの上野清和会ですか？ああ、8時くらいから2人連れで来て今飲んでる。そうですか。あ、でもただ飲んでるだけなんですよね。なら別に問題ないじゃないですか。暴れてるわけじゃないんですし。バカ、飲んでるってこと自体が問題なんだよ。どうしてですか？はあ、上野とうちの本家が親戚だってのはお前も知ってんよな。はい。昔実話系の雑誌で読みました。でも実際には五分五分の関係ってわけじゃねえ。一応親戚である以上、同情会が上野の島に手を出すことはねえ。でもそれは上野清和会が毎月寄付って形で同情会に結構な額の上がりを支払ってるからなんだよ。え？そうなんすか？表面上は対等な立場。でも裏じゃ上野清和会も俺らと同じ参加組織の一部ってわけさ。ま、例えて言うなら同情会がアメリカで上野清和会は日本みてえな感じってことだ。え？あ、すんません、あのちょっとよくわかんないっす。だからまあいい。どっちにしても俺らみてえな三次の組員が知っててもどうしようもねえ話だからな。兄貴、あ、それでさっきの話なんですけど、上野清和会がうちの上とそういった関係があったとして、それの何が問題なんですか？は？だって上野と東上会は親戚なんですよね。だったら東上会系のうちの店で飲んでても別にいいんじゃないですかね。バカか、お前はここまで話わかんねえのか。だからお前は使えねえんだよ。ああ、秋山さん、どうも。ちょっと間が悪かったみたいだな。寝直そうか？いやいや、大丈夫です。どうぞ、どうぞ。今日は集金日なんだね。回収がてら、金村さんに挨拶していこうと思ったんだけどな。どうやら、留守みたいだね。ええ、今日はちょっと用事があって出かけてまして。ふん、新井さんもお出かけ中？え、あ、はい。頭は柴田組の組長と出かけてます。なるほどね。で、さっきの話の続きは？え？どうして上野清和会の連中が金村工業の島で飲んじゃダメかって話だよ。こいつらに教えてやんなくていいの？聞いてたんですか？あれだけでかい声で喋ってりゃ隣のビルまで聞こえるさ。すんません、お恥ずかしい限りで。おい、兄さん。ま、はい。あんた新入り？え、あ、はい、3ヶ月くらいになります。じゃあ1年くらい前まではカムロ町界隈で真剣な窃盗とか強盗とかやってた口？ええ、まあ。で、新井さんあたりに憧れてこの世界に入ったと。そうです。そうか。そりゃいい。秋山さん。え？親父に用件があるようでしたら後でこちらから連絡するようにしますけど。帰るってこと？いやいや、そういうわけじゃないんですが、親父にもいつ連絡がつくか分かりませんし、こちらもいろいろありますんで。いろいろね。そっか、そうだよね。分かったよ。今日これから大変だぞ。え？あんたらの教会で下の連中が上の島で飲むなんてことはあってはなんないことなわけ、わかる？それは直系団体でも親戚団体でも同じ。
例えば君が今からカムル町で一杯やろうと思ったさ、君の親である金村さんのさらに上の親、つまり柴田組の島で偉そうに飲もうなんて思うか。いや、それはそうだろ。そりゃそうだよね。だってそんなことしたら金村の親分さんに恥かかせることになっちゃうかもしれない。それに後で新井さんにどれだけ怒られるか分かったもんじゃない。今回のことも同じだ。あんたんとこのお店に来てるのはあの上の清和会、カムロ町不可侵通登場会との約束破って大門ぶら下げたままカムロ町に来てること自体おかしい話だ。つまりそれがどういうことかわかる？ちょっと秋山さん、どういうことなんすか？それはね、つまりこの金村工業が低く見られてるってことだよな。きっと上野の連中は金村工業の島の店なら飲んで暴れても大丈夫って思ってんだろうな。いくら金村工業が途上界の下の柴田組、そのさらに下の三次団体とはいえ、それはちょっと舐められすぎだ。ちょっとあんた、うちのことバカにしてんのか？やっと本気になったか。悪かったね、木戸ちゃん。調子に乗っていっぱい喋っちゃって。それでいいんだよ、極道は。え？極道は大門のデカさだけが全てじゃない。てめんところ大門バカにされて頭に来ないようなやつは信用できない。まあ、そうだよな、木戸ちゃん。ええ、まあ。じゃあここはまあ一つ、カムロ町の平和のために頑張って。Reminds me of the… あんたらが頑張ってくんないと俺も儲からないしな。ね、兄さん。I can't remember him off the top of my head. Name. はい。The guy from Tokyo Drift. それじゃ。The way he like holds his cigarette and everything is the same way like the guy holds like his bag of chips. はい。金村さんに言っといてよ。And I feel like he talks similar too. 自分とこの組バカにされても怒らなくなっちまったら極道は終わりだって。そんなヤクザまがいのやつにはもう上納金を立て替えるためのお金なんて貸してあげませんよ。金借りるときに約束した条件守ってくださいねって。じゃ。 Why is he not in the credits? The heck?あ、お、親父、いらっしゃったんですか？うん、いたよ。あ、いつから？秋山のガキ帰っただ。Han, that's his name. しかし困ったもんだ。さっきお前が言ってた上野の奴らの件どうしたもんか。とりあえず新井の兄貴にすぐ連絡を取ります。でも確か新井は柴田の親父と出かけてんじゃなかったのか。連絡取れるまで電話をかけ続けます。そうか。もし上野の連中が暴れたりしたらどうしましょう。そうかな。あまり荒っぽいことになるのは避けた方がいいとは思いますが。ああ。新井の兄貴なら丸く収めてくれるとは思うんですが。そうだな。とにかくことを荒立てたくない。新井に任せると言っといてくれ。よいしょ。わかりました。This is a long cutscene. This literally started with the outside of the building. And it's still going. Oh my god.
秋山俊、32歳。天下一通りでスカイファイナンスって店やってる金貸しだ。神室町の駆け込み寺って言われててな。他の店で融資を断られたような奴にまで金を貸し付けてる。闇金ってことすか。まあ本人は闇金じゃねえって言ってるが、やってることは同じようなもんだ。ただまあ違うとこがあるとしたら、他の金貸しと比べて融資の条件が変わってるってとこかな。条件、審査が特殊とかそういうことすか。ああ、あのスカイファイナンスって店じゃ、客に金を貸すかどうか判断するために融資前に必ず何かしらの条件を客に提示する。その条件ってのがボランティアだの老人介護だの、とにかく一風変わったもんらしい。はあ、そんなことして何のメリットがあるんですかね。さあな。それに一部の噂じゃ、金利すら取ってねえって話もあるくらいだ。え、じゃあどうやって飯食ってんすか、あの秋山でしょ。まあそれは都市伝説みたいな話だろ。実際はちゃんと儲かる仕組みがあるんだろうな。一応さっきうちに来たみたいに、金貸した客は飛ばないようちょくちょく見回りしてるみてえだしな。謎だらけの金貸しっすね。とにかく奴の考えてることはよくわからん。ただ一度秋山から金を借りた人間は二度と奴から金を借りることはねえそうだ。どうして。それもわからん。まあ何にしてもああいう不気味な奴には関わらん方が身のためだってことだ。付き合ってもらってご苦労だったな。いや、まああのビルがどれほどのものか確かめることができただけでも収穫か。ん？お前の携帯か。すいません。いやいや、それじゃ今日はとりあえずお疲れさん。うんとうまい飯でも食ってくれ。いただきます、柴田組長。それじゃ。いいシーン。新井だ。分かった、エルナードだな。少ししたら向かう。To the club. Oi. More of these guys. Does a lot of kicks instead of like punches.
Are they all knocked out? Oof. I didn't get to do the next song. Yeah, I'm good. We'll probably do like this club mission, and then after this, I'm gonna hop off because it's kind of getting there time wise. Hopping off to go to the bathroom, right? Yeah. I just need to run to the bathroom for 8 hours. And then I'll be back. Actually, probably more like 20 hours. I'll do 24 hour stream. I just won't be in front of the camera the whole time. I'll put Gandalf on for 10 hours and just stream that. And call it a 24 hour stream. I mean, honestly, I feel like that would probably work. Akiyama-san, what are you doing? 俺らをはめて戦争を始める気だな。さっきから何言ってんだあんた。うるせえ。こうなりゃこっちも焼けよ。お前らが誰だろう。Now I'm debating of just putting something on sometime and just letting it stream. And see what happens. これは俺の件から。これは俺の件から。この前は。And see what happens. If anything at all, that is. やっぱり。俺らの素性もバレバレってことか。俺はこの街でスカイファイナンスって店やってる金貸しだ。この喧嘩、俺が勝手にやってるだけのこと。あんたたちがムカついてから絡んだだけだ。組織がどうこうは関係ねえ。てめえ。 舐めた口聞きやがって。いいね。気合入ってきたみたいじゃないか。久々に本気の喧嘩が楽しめそうだ。ムカつく野郎で。いいだろう。その分かりやすい挑発乗ってやるぜ。こっちはいつでもいいぜ。行くぞ、こんがじゃ。 The combat does feel pretty smooth.
When nearing a victory against a powerful enemy, you're able to perform an essence of counterattack. Deal the heat. That's pretty sick. What? That's dope. If your heat is high enough, then you can do an actual counterattack. Aniki. あれが上野の連中か。荒井さん、ちょっと来るのが遅かったね。ああ、相変わらずの強さですね。スカイファイナンスにうちら本職が手出せないのもよくわかる。勝手なことして悪かったね。こいつらちょっとムカついたもんでさ。 ナイス。さすが、アライさんだね。オイスモーキング。こっちの気持ちがよくわかってる。この世界に入って最初に覚えたのがこの動作でしたから。ちゃんと一発で火をつけないと兄さんたちに殴り飛ばされたもんです。そのことじゃないよ。え？なんで俺がこいつらと喧嘩したのか聞かないんだ。 うちの親父に金貸した時の条件が関係してるんでしょう。やっぱり知ってたんだ。ええ、秋山さんともあろう人が何の条件もなしにうちの親父に金を貸すわけないでしょう。どんな条件か知ってる？まあ直接親父に聞いたわけじゃないんですが、 金村の引退ですよね。俺はさ、あんたならいけると思ってんだよね。堂島の竜って言われたあの人の領域に。買いかぶりすぎですよ。俺と四代目ではこの世界に足を踏み入れた瞬間から天と地ほどの差があります。 俺が金村工業を継いだとこでその差は埋められませんよ。そんなもんなのかね。俺なんか空から金をもらってからあっという間にここまで来たぜ。<笑>そういえばそうでしたね。忘れてました。人間、チャンスは突然降ってくる。要はそのチャンスをもらってから一気に上り詰められるかどうかなんじゃねえのか。 三次団体とはいえ、組長は組長、のし上がるチャンスとしては悪くない。あんたも少し真剣に考えといてくれ。He's got a gun. あいつ。秋山さん、申し訳ありませんが、ここからは俺たちの仕事です。 どうすんだ、アンバー。その拳銃今ここでぶっ放すのか。そんな勇気があんたにあんのか。撃ったらこっちもそれなりの対応をしなきゃなんない。だがこのままおとなしく帰るってならこの一件はなかったことにする。どうだ。何を偉そうに。こっちは 上の世話のメンツがかかってんだ。それは分かってる。だがあんたが撃てば俺も撃つ。なん、あんたらがどうしてこの店で飲んでたのかは問わない。だからその拳銃こっちに渡してくれ。くんな、くんな。
兄貴大丈夫ですか兄貴くそ逃げんぞ三島だ大丈夫だ脇腹をかすった程度だそれよりもあいつらをそう起動はい He just like glitched standing up. Oh no, I guess maybe he didn't. I don't know. I watched the replay. It looked like he did. It's funny. Ika, yatsura tsukamaete mo zettai ni mucha na mane suru njanai zo. Hai. Moushiwaki arimasen. Moshimoshi.Well, now you gotta go get this bullet out of you. そうですね。Yeah, business to attend to, like getting the bullet removed. Alright, chat. I think we're gonna stop right the upgrade abilities. Yeah, we'll do that tomorrow. Wait, did I? Oh, shoot. Wait, is this a game where. Uh-oh. Wait, how do you save?I save finally? Uh-oh. Hold up. Is this another one of those games where you have to go to a certain thing to be able to save? もしもし。あ、花ちゃん。社長、さっきから30回はしてますよ。あ。早く会社取り立てしてからも。ん？4時間です。ほう。社長。もう日付世の中はああもう全然いや社長は好きなでも私はです毎朝9時から会社出前の注文出前は関係とにかくだ分かってるって帰れないどうしてよついさっきから喧嘩何言ってるんですかレイプ笑いましたあいやなんか一人は10え上野わかった。Okay. Why is that guy standing in the alley? Head for Sky Finance. Yeah. So.Save point. Yeah, you still have to do that. That sucks. But, okay. Alright, gotta run to the save point. Left.Honestly, I should know the city by now, but I guess it is a little bit different than last time. A little bit of upgrades. I don't think we had any saves. Good thing I saw that.Save too. All right, now is a good time.